アルミワイヤーを1メートルの長さに切ります。切ったアルミワイヤーの片方で渦巻き型の土台を作ります。余っているワイヤーをまっすぐに立てます。立てた方のアルミワイヤーの先も渦巻き型にし、倒れないように調整します。上になる渦巻きの中央にセロハンテープで磁石をつけます。くっつく向きを確認して、ペンの先に磁石をセロハンテープでつけます。ペンが磁石の力で立つようにワイヤーを曲げて高さを調整します。